残業代が出る云々っていう話をしている時点で僕ちょっとずれてると思ってるんですけど、それは違くて残業代を そもそも加算してないからコスト意識が学校の中に全くないっていうところが問題で、その分外部化しよう、もちろんそうやって出るのは当然だし、そこの部分をちゃんと外注していこうってもそうなんですけど、そもそも業務量が多すぎるからそうなってるわけじゃないですか。タスクを減らさないと教員の人たちのなんていうの働きがいとか満足度は得られないですよね。そのお金じゃ僕は幸せを教員の先生たちは得られないって僕はそういう感覚でいる。見てくださいこの表、これを見た時にあの三角ってなってますけど、俺ほぼ丸だと思ってますよ日本の現状。あれ三角ってであったらこの丸を減らしてあげなきゃってなんない、それはなりていないし問題が解決しなくないですか。大元ってここだと思うんですけど、いや、そうだ